いろんなエクササイズ頑張っているのに、なかなかお腹がへこまないんです。腹筋やっても、どうしても首とか腰が痛くなってしまうし、お腹になかなか効かないんです。いろんな腹筋やっているけど、本当にお腹に効く腹筋方法ってないんですか？今回特別ご紹介していきます。首、腰が痛くならない、フロックデッドバグを紹介していきます。たったの7回でいいです。7回以上やる必要がありません。7回でお腹に効きます。しっかりお腹に効かせたい、そういった方のために今回3セットご用意しております。1セット7回でやめてもいいですし、さらに一緒に追い込んで頑張るぞっていう方は3セットやられても OK です。首が痛くならないやり方ですので、安心して一緒に行っていきましょう。それでは紹介していきます。今回デッドバグを首が痛くならないようにするためにですね、手は合わせて肘を伸ばして脇を締めて頭の後ろに合わせておきます。これをもし手を頭の後ろで組んだり手を離していると首がどうしても疲れてしまいます。今回は手を組むんではなく伸ばしておきます。こういう感じです。手の重ねるのはどっちでも OK です。はい、この状態で膝を曲げて腰が少し浮いてると思うので、腰がつけれる方はいいんですが、腰が浮いちゃうよって方は膝を開いてください。足の位置はできるだけ前の方がいいですが、腰が浮いてしまうとダメなので、腰が浮くかな浮かないかなぐらいの足の位置にセットです。これで手を頭の後ろに置いて上体を息吐きながら起こしていきます。手が上に上がったぐらいで5秒間キープします。息を吐き続けます。息吐いたら帰って吸います。吸ったらまた吐きながら起き上がって5秒キープしたら帰ります。これを一緒に7回頑張っていきましょう。スマートフォン持ったままではできないので、掛け声聞きながら横に置いておいてください。上半身と下半身を作ります。はい、それでは7回ほど頑張っていきましょう。いきます。しっかり起きてスタート。1、2、3、4、5。2、2、3、4、5。3、2、3、4、5。4、2、3、4、5。5、2、3、4、5。6、2、3、4、5。7、2、3、4、5。1セット目よく頑張りました。それでは2セット目やっていきます。頑張っていきましょう。それではいきます。スタート。1、2、3、4、5。2、2、3、4、5。3、2、3、4、5。4、2、3、4、5。5、2、3、4、5。6、2、3、4、5。7、2、3、4、5。OK。 だいぶ起き上がれなくなってると思います。ラスト頑張っていきましょう。腹筋腹横筋がしっかり使えてる証拠です。起き上がれなくなってきてるということは使えてるということです。いきましょう、ラスト。それではいきます。スタート。1、2、3、4、5。2、2、3、4、5。3、2、3、4、5。4、2、3、4、5。
1、2、3、4、5、6、2、3、4、5、7、2、3、4、5。あー、 OK、 お疲れでした。3セット頑張った方お疲れでした。いや、今回は1セットしかできなかったよって方もですね、バッチリこれは腹筋が使えて、腹横筋、息を吐くことによってお腹をへこませる力が身についてきます。で、これはですね、頭をこうやってしまうとやっぱり脇が締まって手で頭を起こしすぎちゃうので、手をこのようにね添えることによって無理に手で首を起こさない、自然に首が起きて自然に上半身が背中を丸めるんではなく腹筋を丸めるっていう形で上体を使うことができるので、なかなか腹筋つかないよって方とかね、お腹がへこませれないよって方にはすごくおすすめなフロッグデッドバグになります。腹筋っていうのは足と上半身どちらかを動かして腹筋を使ったり、もしくは同時に使って腹筋を使うんですけども、上半身の使い方もやはり難しいんです。お腹を締めるんだけど上体を起こすので、お腹が締まらずにお腹から上が丸くなってしまうと意外とお腹に力が入ってないフォームになってしまうので、その点で言うと今回のフロッグデッドバグはすごく上半身の使い方が上手くなる、腹筋に効かすフォームが上手くなるっていうメリットもあります。腹筋が効きにくい、お腹がへこまないっていう方にはね、今回のやり方がおすすめです。やってみた方、よかったらグッドボタン、コメント、お腹に効いたよって方はですね、ぜひ SNS から動画のシェアもしてください。ご協力よろしくお願いいたします。今回もご視聴ありがとうございました。